パロアルトの街並みパロアルトはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコベイエリア地域内のサンタクララ郡にある都市であるパロアルト市はシリコンバレーの北部端にありスタンフォード大学ヒューレットパッカードを及びテスラモーターズのような複数のハイテク企業の本拠地である2010年現在パロアルト市は総人口64,403人であるパロアルトの名は スペイン語でエル・パロアルトを意味し、サンフランシスキーと川沿いのアメリカ杉にちなんで名付けられた。パロアルトはスタンフォード大学がある町と言われることもあるが、実際にはスタンフォード大学の敷地はパロアルト市に含まれていない。しかし、両者の関係は深く、ヒューレット・パッカードの本社やパロアルト研究所など、ハイテク企業、研究所がいくつか存在する。 SNS 大手の Facebook の本社が2011年12月19日まで存在した。また大きな商業施設として、スタンフォードショッピングセンターがある。パロアルト市は、北緯37度25分45秒、整形122度8分17秒に一致している。サンフランシスコ半島の南東部にあり、メンローパークが西側に、イーストパロアルトが北側に、 マウンテンビュー及びロスアルトスが東側に隣接している。南部境界はスタンフォード及びロスアルトスヒルズと接している。アメリカが州国統計局によるとパロアルト市は総面積6 6 4トルである。このうち6 1 3トルが陸地で5 1トルが水域である。2000年現在の国勢調査でパロアルト市は 人口58,598人、25,216世帯、及び14,600家族が暮らしている。人口密度は955.8平方キロメートルである、424.9平方キロメートルの平均的な密度に26,048件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は白人75.76%、 アフリカン・アメリカン2.02%、先住民0.21%、アジア17.22%、太平洋諸島系0.14%、その他の人種1.41%、及び根結3.24%である。ヒスパニック、またはラテン系は人口の4.65%である。この都市内の住民は21.2%が18歳未満の未成年。 18歳以上24歳以下が4.9%、25歳以上44歳以下が32.4%、45歳以上64歳以下が25.9%、及び65歳以上が15.6%にわたっている。中央値年齢は40歳である。女性100人ごとに対して男性は95.8人である。 18歳以上の女性100人ごとに対して男性は93.6人である。この年の世帯ごとの平均的な収入は9万377ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は11万7574ベイドルである。男性は9万1051ベイドルに対して女性は6万20 202ベイドルの平均的な収入がある。 この都市の一人当たりの収入は56,257ベイドルである。18歳未満の4.0%及び65歳以上の5.0%を含む家族の約3.2%及び人口の4.8%の収入は貧困線一家である。パロアル都市はシリコンバレーを中心とする経済に絞って貢献し、9万8000人以上の 雇用に6000以上の事業の拠点となっている。多くの革新的な技術会社は、サンドヒルロードに著名なベンチャー投資家の事務所があるのに対して、ページミルロードのスタンフォードリサーチパーク内に会社を置いている。パロアル都市の経済は、一般的にシリコンバレーの経済動向に左右される。パロアル都市に本拠を置く、よく知られている企業及び研究施設は、施設を置く他の著名な会社は、 に加えて、パロアルト市は、活気ある小売り及びレストラン業、そして、スタンフォードショッピングセンターがあり、パロアルトのダウンタウンは、多くのレストランが軒を連ねる人気のある場所となっている。関連項目、パロアルトチェンバーオブコマースリストオブメジャー、インペロイヤーズ、パロアルト市は2つの主要な国道101号線、そして、週間高速道280号線によってサービスされていて、 サンフランシスコ半島の主要な北部南部大通り、エルカミのリアルが横断している。パロアルト市は北部でダンバートンブリッジを横断しているカリフォルニア州道84号線によって間接的にサービスされている。この橋のサンフランシスコ半島側の幹線道路がないのはパロアルト、アサートン及びメンロパークの住民から反対され高速道路に格上げされたからである。 パロアルト市は滑周国内で多忙な滑走路一本の一般航空向け空港の一つであるパロアルトエアポートオブサンタクララカウンティによってサービスされているパロアルト空港はパロアルト地域で働くためセントラルバレー内から飛行する多くの通勤者に使用されている鉄道サービスはサンフランシスコ及びサンノーサービスしているカルトレインを利用できるカルトレインは ユニバーシティアベニュー並びにカリフォルニアアベニューとパロアルト市内に2つの定期停車駅がある。エンバーコデイロロードのアルマストリート近くに位置する3番目の駅はスタンフォードスタジアムでのスポーツイベント向けに特別サービスとして使用される。ユニバーシティアベニュー駅はカルトレインのエンタイア路線で2番目に多く利用されている。US ギャザティアファイルズ 2012000&1990 ユナイテッドステーツセンサスビューロー http www.census.gov スラッシュ www.gazetter スラッシュガ HTML2011 年四月二十三日閲覧アメリカンファクトファインダーユナイテッドステーツセンサスビューロー http://factinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。